皆様おはようございます。平山茂です。今日は9月12日日曜日でございます。現在時刻は8時32分。今日は仕事です。出社前です。昨日私が家に帰るとこんなものが届いておりました。これは大阪の友人清水さんから自宅に届いたものです。品名のところには平山茂グッズ YouTube 開封の儀と書いてあります。ということで今日は開封の儀でございます。さあ早速開けましょうか。何でしょう。清水さんというのはね、私が東京に住んでいた頃、本当に非常に多分一番お世話になっていた兄貴でございます。パワーストーンを作ってる、いわゆるパワーストーン、石ですね。いろんな石を専門に扱うプロフェッショナルでございまして、僕もね作っていただいたりしたんです。ブレスレット全部一個一個、こういうのが、こういう思い、いろんな思いをこう伝えて、あ、じゃあ分かりました、あ、じゃあ予算はこれぐらいで お願いします、なんとかみたいな感じで、ちょっとねあんまお金なかったんで、これぐらいの予算でギリギリのところでっていう感じ。そしたらもうめちゃくちゃかっこいいやつ作ってくれた。本当にね、破れてしまいました。まあ、開けていきましょう。清水さんありがとうございます。ちょっと、お、なんかビニールに何か入ってますね。これは着るものですか。多分平山茂グッズ。お、頼んだつもりは、頼んだ覚えはないんですけど、え、あ、これはまさに、なるほどこれはね、これを見てわかる人は相当な映画マニアですね。何ですかこのグッズと言いますか。清水さんはね、パワーストーンのお店、今は大阪で、やってるんですけども、結構ねアパレル好きで、アパレルグッズも作ったりしてるんですけど、ちょっと開けますよ。あ、 XL 素晴らしい。生地もいい。あ、いいですね。ジャパン、かっこいい。また新作ですね清水さん。いや、いいですね。この、あー、これは使わせていただきます。あー、いいですね。あ、でかい。あー、これはいいですね。これは使わせていただきます。ありがとうございます清水さん。これは今度10月22日にね公開されるハリウッド映画スネークアイズ、漆黒のなんとかっていうね、映画の主役の人のね全然うまく説明できないです。主役の紋章みたいなもんですよね多分ね見てないからわかんないんですけど、あ、出てるっていう話です。私ね、私と清水さんはその映画に出てるんです。ハリウッド映画にね出演しておりますので、またね告知改めてしますけど、ね、いや、じゃあちょっと清水さん着させていただきます。いやー、これは大丈夫だ。ジャパン大丈夫だ。うん、間違いない。さあ今日も一日頑張っていきましょう。まあ、ちょっとアップする時間によっては夜見る方もいらっしゃるので、今日も一日皆様お疲れ様でした。明日から月曜日、また楽しく、月曜日楽しく行きましょうね。明日はロト6ありますから、めちゃくちゃ楽しみにしてください。明日こそはロト6大きく大きくかもしれませんね。ということで
また明日、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。ごきげんよう。まだなんか入ってた。すいません。まだ入ってました。何ですかこれ。忍者ウォーカー。あ、これ。そう。これ、まさに、スネークアイズ。GI ジョー。漆黒のスネークアイズ。のチラシですね。どうしたんでしょう。なんか雑誌、あれ？おぉ。あ、このようなね。映画でございます。日本からもね、俳優さん出ておりますから。まあ、有名どころって言うと、ヒラさんですね。ヒラさんもまたいい役で出ておりますのでね。ぜひチェックしてください。10月22日、GI ジョー、漆黒のスネークアイズ。ほら、ここに、ちょっと、柄が入ってますね。先ほどの T シャツの。いやー、出てます。すごい。ああ、いいです。何ですか、これは。お宝。お宝。いやー、これ当たるな。1億円札の貼り方。え、1億円札？おお、なんだこれ。1億円いただきました。1億円。いや、もう1億円あったらもう頑張れるな。何でも、もう怖いものはない。何か入ってる。まだ日本唯一金運招福ゼニガメ全身。ちょっとわかんないな。わざわざ言ってくれたんですね。うわー、ちょっと金運ショル。うわー、すごい。亀、金銀の亀。いやー、これはちょっと財布に入れとこう。まだあります。これは清水さんのお店ですね。清水さんのお店のね、オーブシールですか。これは金運アップシール。これはちょっともう車に貼っちゃうか。やっぱこう金運ですからね。僕の頭に近いところ、そして皆さんから見えるところに貼りたいところです。ここはちょっとさすがにシートですからね。金運ドン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 、ドン、ここに貼りました。ちょっとね、映ってますか。ここにピタッと貼らせていただきました。金運アップ。1億円ゲットということで、ありがとうございました。清水さん、ありがとうございました。さあ、これで皆様にも金運が映りますように。金運アップ、金運アップ。楽しくいきましょう。じゃあまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。